この手前に駐車場があって、それから泉に向かって行く道、それをクニアウォークと言います。心当たりの岩はまだそんなに古くないだろうと思えるような亀裂が入ってですね、岩が割れてますね。まだまだこれ格好が変わっていくんでしょうね。泉に着きました。ここはマギースプリングスという泉なんですね。本当に不思議なんですけども、この岩からですね、ずっとこう水が流れてるっていうのは非常に面白いです。この半砂漠状態のところにも花が咲いています。ご覧ください。あまりに綺麗だったのでちょっと撮ってみました。今まで撮っていたエアーズロックの写真というのは西からと南側だったんですね。これから東の方向と北の方向に行きます。このエアーズロックに登ることもできるんですけれども、これがですね、風が吹いたり、あまり暑い時、36度以上になる時はダメだとかですね、いろいろ厳しくて、それとアボリジニの方々のここは聖地になっているので、その宗教的な儀式とか、まあ、いろんなことで登れない日が多いんだそうです。それで登れるのは年間だいたい100日から150日ぐらいだろうということです。波形をした洞窟がありました。面白いですね。自然のシェルターにもなっています。もちろんここには観光客入っていくことはできませんけれども、これはアボリジニの人たちが泥絵の具で描いた絵だというんですね。大体が動物の足跡とかそんなものだそうです。これから向かうのはカンジュ渓谷という、雨が降るとですね、水がこう岩を伝って落ちて、すごい大きな滝のようになるんだそうですね。これがエアーズロックを作ってる岩の写真なんですけれども、砂岩という砂の塊ですね。それでできています。道を歩いていると鳥がやってきました。名前が分かりませんけれども、近寄っても逃げないんですね。それで少し写真を撮らせてもらいました。エアーズロックへの登山口に戻ってきました。そうするとですね、この日少し遅い時間から登れるようになったそうでして、登っている人やら降りてくる人がいたんですね。今日登りたいですけれども、もう1時半過ぎてて、もうすっごく暑いんですね。下を歩いてても暑いのに、これは岩の上に行くとすっごい暑いだろうと思います。それで今日は諦めて明日に期待をします。大体がこのエアーズロックというのはアボリジニの人たちにとって聖地なんだそうですよね。なのでこれアボリジニの人たちは登ることを良しとしないらしいんですね。2020年からはもう登れなくなるだろうということなんです。そして今までここの岩に登ってですね、事故があったり、あるいは
心臓発作とかなんかいろんな熱中症になったりですね、いろんなことで、まあ滑落した人も3人ぐらいいるんだそうですけど、29人ほど亡くなったそうなんです。だから非常に危険、隣り合わせなんですね。